かび上がってきます。306と、あれはかまっちゃダメ、彼女の反応を、お306、あれはかまっちゃダメ、メモは3つ忘れないで、はい、この後体育座りに彼女は戻ります。306、メモは3つ。306に行きますか、まあ、あるのか分かりませんけど。あります、あります。306らしきものはあるみたい。そこに行きましょう。そこでもしかしたら、その、メモが見つかるのかもしれません。はい。分かりました。じゃあ、彼女を信じて行きましょう。行きましょう。はい、では、あなたたちは、やや駆け足で、異形から逃れるように306号室の前に立ち、まあ、空間はただ歪んでいるんですけども、うん、ですね。まあ、結構あっさりカチャッと開きます。よいしょ、開きましたね。いや、富永さん気をつけてください。僕がまず入るんで。はい、お願いします。ではダッコンさんから入ります。中に入るとここまでとは違い、やたらと小綺麗というか、なんか汚れは別に汚れてもないというような感じで、はい、非常に綺麗な部屋で、霊的なものは特に何も感じませんかね。危険性的なものは。富永さんどうですか。ダッコンさん、入れそうですか。一応大丈夫だと思います。ここは霊界の干渉そこまで受けてないと思います。あ、でしたら、じゃあ私もすぐ中に入ります。はい、来てください。随分となんか、綺麗な部屋ですね。そうですね、ここはまだ、そうですね。今まで見てた部屋と違って、割とまだ生活感が残ってるというか。まあ逆に言うとあれか、霊界の中に閉じ込められたから、もしかしたらあれかもしれないですね。物質界とは違う時間の流れがあるのかもしれません。あ、確かに。これあれですもんね、先2階と比べると確かに逆にこっちの方が異質ですもんね。そうそうです。多分時間の流れ遅いのか分かんないですけど、当時のまま保全されてる可能性があります。ちょっとここ探してみましょう。何か手がかりがあるかもしれないんで。確かにメモ3つとか何よりいろいろ言ってましたんで。はい、ベッドの下から数枚の紙の束を見つけます。どれも長い方の辺がちぎられたような痕跡があり、まあ、もともと本だったものから何枚か引きちぎったのかなっていう推測ができます、はいはい。基本的には活字が並んでるんですが、ところどころに丸みを帯びた手書きの文字が添えられています。ですね、うん、最初はこの文字で始まります。これを読んでいるあなたは、人並み外れた霊的な能力を持っているか、危機を乗り越える勇気と判断力を持っているはずです。次の資料を託します。うん、お兄ちゃんは魔導書シビ断章の術式を使って邪神ターベと契約している。シビ断章は屋上にある教祖の個室結界内にある。シビ断章による術式崩壊行動は、ここから先は何も書かれていません。でクリティカルなので、ですね、これ以外のメモはどこにもないと感じますね。うん、これが束としてバサッとあって、これだけあるっていう感じ。富永さん、はいはい、なんか意味深すぎるメモがいっぱい出てきたんですけど、これ何なんですか。ちょっとこれは私もわからないですね。多分おそらく、まあ日本の流派の何かしらなんでしょうけど、あの邪神ターベは南米式にも特にないないですね。聞いたことないです。ないですか。なんか名前的に随分ちょっと海外感は出てます。ただ南米は、まあ、我々の流派では邪神ターベなるものはわかりません。もしかしたらよくある話なんですけど、同じ精霊のことを地方によって呼び名が違うだけっていう説があるんですけど。なるほど。実は共通のものである。そう、ただその我々が呼んでる呼び名と、そのこの邪神ターベがどれがイコールなのかがちょっとわからないので、お師匠だったらわかるかもしれないけど、ちょっとすいません、私船舶なもので。なるほど。これはでも魔導書を使っているということは、要するに魔導書をどうにかせいということでしょうかね。まあそうです。屋上にある教祖の個室し結界内にある、この死尾断章を遺憾化しないとならないんですかね、これはね。ちょっとすいません、前世の精霊の方とちょっとね、ノイズ走ってるんですけど、ちょっとだけ通信できるんで。わかりました。じゃあちょっとお願いします。ちょっとやってみますね。知ってる？これ
友達か。あなるほど。かなり大昔にあの悪星に落ちた大精霊だと。そうなの。この霊界とのこ この交差点を解除する方法は、あ、やっぱり屋上の方から感じる。わかりました。ありがとうございます。豊永さん。はい。どうやら邪神タアベなるものはですね、まあ結構高位の精霊らしくて。なかなか。もともとは。高位な。やはりやっぱそれだけ力を持った。力を持ってる。そうです。ただその大昔、それこそ数百年前とかそういうレベルで、そういうレベルの大昔に悪星に落ちたらしくて、以来そのそういうまあ力のあるまあ悪星の精霊だと。なるほど。いうことと、まああとはそうですね、結局この今我々の現状を打破する鍵はやっぱり屋上の方から感じると。なるほど。でまあメモにある通り、まあ、屋上にある教祖の個室に死微談笑があるという話なので、まあ、これをどうにかするしかないんじゃないかなと。メモ持っていきますか。そうですね、持っていきましょう。あと持っていくのと談笑崩壊行動が書いてないんですけど、まだメモとかあるんですかね、この辺。ちょっと崩壊行動知りたいんですけど。どうなんですかね、私の感じる限りではあんまりこれ以上メモはなさそうだ。そうですね、いくら探してもこれ以上出てきませんし、今話があったので一つ情報を出すんですけども、はい、なんか情報足りないというか、情報の出方が断片的なようには感じますね。確かにこれだけ見てもなんかいまいちこう推測の息を出ない話しか出てこないなっていう、情報の足りなさは感じるかもしれませんね。確かに。ちょっと富永さん、はい、まあ、私と交信した精霊の言ってることも加味して、もうまだ何とも言い難いというか、まあ、しかも小野方凛子さんが、はい、3つのメモと言ってたんですけど、まだあるんじゃないですかね。これはまだメモが3つではなく、このメモが3つではなく、まだ3つのうちの1つでしかないとという可能性があります。でもどこを探すんですか。確かに。そうですね、この空間はやがて歪み始めて、もう出ないとまずそうだというような感じになってます。ちょっともう一回小野方さんに聞いてみます。お、なるほど。確かに一度この情報を持って聞いてみますか。聞いてこれで足りてるかというのを聞いてみましょう。もしかしたら忘れないでっていうのはメモを持ってきてほしいっていう意味かもしれないですからね。可能性あります。確認忘れないで、まあ、ほうれん草ですよね。報告連絡相談が一番大事ですからね。そうですね、僕も常識、まずはメモを報告、そして連絡して最後に相談、はい、いや行きましょう行きましょう、早速行きましょう行きましょう、時間なさそうです。ではそうですね、あなたたちがそうですね廊下にパッと出ると、窓の外は今まで通り外の風景が映っています。あの異空間じゃなくなってるってことですね、うん、あら、外は夜にだいぶ時間が経過しているようで、夜にはなっておりまして、あれだけ長いと錯覚した廊下も、一体どこに行ったのか、1階と2階と同じ長さの普通の廊下に戻っています。突き当たりの廊下にはホワイトボードがありますが、なんかややこう半透明というか消えかけているという状態です。しかしはっきりとした文字でこう書かれていました。屋上合流決着と書いてありました。この状況一体どうなんですか。元に戻ったという。そうですね、今物質界に戻りました。物質界に帰ってこれたんですか、ね、戻りました。霊界から帰ってこれました。境目からは戻ってこれた、はい、運が良かったですね。助かりました。本当に個人的にはちょっと内心死ぬかと思ったんですけど、なかなかどうにかなったみたいですね。そうですね、もしかしたら小野方さんが何とかしてくれたのかな。我々の誠意が伝わったのかもしれません。来たのはいいですけど、ホワイトボードの方の文字もなんか先ほどと打って変わって、なんか随分と短い単語だけ並んでますか。そうですね、これ合流というのはもしかして我々以外のあの久住宮さんとか不動産のチームと一緒に行けということですか。おそらくですけど、屋上ということはまあこの魔導書死微談書に関わることで我々だけでは立ち入りできないということじゃないですか、ね、つまり協力者が必要だ。メモが足りなかったのもこれは
そういうことが原因やったということですか。そうですね、これはもしかしたらですけど、何人か協力しなければならないんじゃないでしょうか。つまり彼らたちと小野方さんは、あの我々とに協力せえと。そう、そのために情報を断片的に 3社に渡そうとしてるんじゃないですかね。下手したら全部を我々に渡すのではなく。なるほど、と予想します。これはどうしましょうかね。他探せたりするんですかね。これはせっかく物質界に帰ってこれたことですし、はい、ちょっと私の通信機でそろそろちょっと仕事に決着がつくかもしれないことをちょっと連絡しておきます。ああどうぞ。はい、うん、OK です。全然あの今通信機は使えますので、何でしょう、通信機で連絡を取り合うことはできます。はい、もしかすると3階に上がるじゃないや屋上に上がる前に下調べ等々するかもしれませんが、特に何か見つかることはありませんね。それこそ霊的な何が 何もないという状態で手がかりなく、うん、ひとまず屋上に向かうという形になるかなと思います。我々は屋上に行く道で皆さん待ちましょう。そうしましょう。ちょっと皆さんを手待ちしましょう。我々が多分先頭立ってたんで、多分我々が多分は一番早いと思うんですよこれ。確かに私たちが一番前に立ってたかもしれない。もしかしたら私たちが一番最初に取り込まれてしまったかもしれない。そうです、そうです。なんで我々は屋上に行きつつ、他の人たちの待ちますか。じゃあね、ね、肉壁の合流を待ちましょう。肉壁の合流待ちましょう。そうしましょう。はい、情報も必要ですからね。はい、はい、そうですね、うん、では屋上に向かいます。結果的にはここで一旦シーンを区切って別の班に首を行っていきます。戻りましょう。